こんにちは。ありがとう。中たくさんありがとうございます。おはようではないけど、こんにちは。おはよう、こんにちは。なんか巻こうとしたら変なになっちゃったからもうやめよう。こんにちは。よし。こんにちは。こんにちはですね。おはよう。おはようじゃない。こんにちは。こんにちは。こちら柏、そうだよね。今日柏崎風の陣。今模試の最中です。絶対に模試に集中するべき。スマホ取り上げられるよ。ああ、たくさんありがとう。今仕事終わりました。そっか、今日風の陣なので3時とかからですよね。3時45分とかだから、楽しんでくださいね。私もさ、どういう瀬取りなのかとかさ、全然知らないから、まあいけないんですけど、楽しみですね。行かれる方はぜひ楽しんでね。こんにちは。そう、昨日配信がさ、できなくて、久しぶりにしなかったから、あ、ありがとう。はい、たくさんありがとうございます。今日読書のうちは届いた。え、よかった。書いたのでね、ぜひ。そう、みんな柏崎かな、もしかして今柏崎勢が多いかな。あれ、ありがとうございます、指ハート。そう、今度うちは店に行くね。え、来て。柏崎です。え、そうですよね。そう、今日柏崎。こんにちは。そう、ちょっとチャットでさ、半からとか言ってたんですけど、早めに始めちゃったからごめんなさい。ありがとう、指ハート。自宅税、あ、そっかそっか、遠いからね、行けない人も。柏崎ではなくアルミだし。そっか、それも、そのパターンもあるよね。そのパターンもある。ありがとうございます。今日は最近の疲労で自宅です。休みな、ゆっくり。明日は公演か。私は出ないんですけど、29にね、会えるから楽しみですね。長岡で食べ歩きしてる。え、いいね。柏崎と長岡って近いの？そこら辺もわからない。どうなんだろう。柏崎ってさ、新潟がこうやってあったらさ、ここら辺でしょ。で、長岡この辺で、新潟がここら辺でしょ。めっちゃ適当。フォローありがとうございます。あ、そう、なんかフォロワーさんが50人、1450人ぐらい行ってて、やってない間にね。ありがとうございます。本当に昨日できなかったからさ、今日美女完璧。え、ありがとう。本当に今日前髪がめっちゃね、時間をかけたんですよ。前髪にすごい死ぬほど時間をかけて、でも固めてないからまた今からやり直して固める。そう、おお、よかった。ありがとう。16日までの劇場スケジュールが出たの。そうなの？待って、知らないよ私それ。見ますね。今ニュースかな。なんか何も知らないんだよね、基本的に。ありがとう、たくさん。本当だ。え、本当にやだ。もう心臓痛い。6月勝手に心臓痛くなってるなよっていう話なんですけど。え、わあ、6月8出たいな。
8と16出たいですねとか言って、あ、5月の生地震出たけど、あ、ありがとう。そう、5月の生地震いちごでした。なんかいちごがめっちゃ書いてある服だった。私は早くさほちゃんに会いたい。本当に私も会いたい。全然予定も早くでした。そう、私もさ、本当直前になって知るからみんなに教えてあげられることもできないし、お気持ちを察しいたします。これは公演スケジュールで私が出たいって言った日を聞いて分かってしまったかな。いちご姫だったりして、お洋服が、え、お洋服、お洋服は斉藤飛鳥さんの卒婚の時の T シャツを着ています。部屋着そうそうそうなのね。何も知らないメンバー、そうなんですよね、知らないんだよね。私は6月はどういうことになるのでしょうか。どういうスケジュールで出るのでしょうか、ね、めっちゃ下手くそ、巻き髪が巻きてもないのか。こんにちは、アイロン温めよう。そう、なんだろう、あとなんかあったかな。生地震のこと、なんかね、生地震のオフショットとかを撮ろうって思ってたんですけど、思ってたっていうか撮っていいの知らなくて、その時だからね、撮れてなくてね。だからね、まあ、7月ぐらいの生写真からはきっとオフショットを私は撮っていると思うので、まだちょっと今回はないっていうことをご了承くださいそう、でも次入ったかも、大丈夫だった。今日は何時までやろうかな配信。柏崎でお仕事中です。素晴らしい、目に焼き付けてきてくださいね私も行きたかったな。でもメンバーが行ったらさすがにめっちゃ怒られるからさ何やってるんですかってなっちゃうから行けないんだけど、めでしん季節先取り撮影、そうなのね、季節先取りなのね。だからね、次回のね、次回の、今回のはなんかまだ初々しいと思います。私はそうしたらいいのに、確かにバレる気がする、背高いから謎の理由、めっちゃボサボサでさ、メイクしないで行ったら絶対私のことみんな気づかないよっていう自信がある。結構賑やかだからバレる。確かにフェスなんかさ、ティフとかさ、なんだろうな、歌舞伎揚げは今年ないけど、なんだろう、黒フェスとかだったらバレない自信があります絶対。でもなんか新潟でやるってなったら、しかも今回のフェスは絶対にバレると思う。歌舞伎揚げ久しぶりに来た歌舞伎揚げ、そう、今月歌舞伎揚げでしたよね確か。そうそうそう、あの高いでもさ、アイドルの現場なんて言えばいいの、ライブ行くと可愛い女の子たくさんいるから、ほんと可愛い子で溢れてて、オーディション会場かなってたまに思う早く受付して受付のお金が来ていい確かに謎のじさおじゃん、え、ほんとに広い会場だったらバレないと思う。なんか可愛い子ばっかり、なんかね、ライブ行くといつももう可愛い子ばっかだなって、本当にオーディション会場みたい。たまにオーディション会場より可愛いんじゃないって時あるもんそう、よし、あいみょんさんだったんですね。え、そうそう、歌唱力、あ、今週か29、30です。多分私はマリーゴールドを歌ってるんですけれども、本当に歌が上手じゃないので、あー、さほちゃん下手なりに頑張ってるって思ってくれたら嬉しい。ももちゃんメイク配信してるんだ。私もさあ、ちょっとさ、化粧道具さ、なんかさ
あれ？なんかさ、絶対さ、なくすはずがないものなくしてて、下地をなくすっていう、そんなことないんだけどね。待って、本当になんでだろう、私すぐなくしちゃうもの、やばいよね普通に。よいしょよいしょ、こんにちは。私アイラインめっちゃ失敗してる今でも気にしないいや気にするべきなんだけど、あっと待って、下地入ってた。どんどん上手くなる。そうだね、なんかね、うまくいく日とうまくいかない日があってね、今日はこっちの目だけめっちゃ化粧がうまくいった、こっちはあんまうまくいってない。よいしょ、下向いてるか下向いたら後頭部しか見えないでしょなんだ柏崎も、そう、そんな感じしなかった。え、よかったならよかったよ。ここちょっと巻いたけど見えない、巻いたっていうか内側にしただけだけどああこんにちは。今日はね、 何分までしようかな。1時40分くらいまでです、配信。明日はね、多分ね、配信できたとしたら朝っていうか10時とかかなって思います。あ、もうちょっと朝にするかもだけど。ハートありがとうね。この背景のさ、リップマークの仕様はさ、いつまでなんでしょうね。かわいい壇上がさ、リップになってる、今気づいたこの前背景とギフトに夢中で気づかなかったけど、かわいいリップになってるって思った今。4期生は何するの、なんだそれは、何の文字。あとありがとうございます。めっちゃ工事みたいな音するんだけど、絶対工事してないのに。2日までかな。あ、そうなんだ、ありがとうございます。割とすぐだね。ありがとう、リップマークのギフト。と何か言うことあったっけ。え、今日外にいる柏崎にいる人たち、寒いですか暑いですかどういう服で出るんだろう今日。ありがとうリップマーク。でも人が多いから暑いか、フェスとかってどうなんだろう。最高気温17度、新潟でも今日最高気温15度くらいしかない。あー、そっか、今日の衣装は何だろうね。え、何だろうね今日の衣装、楽しみですね。ちょうどいい気温。あー、そっか、ちょうどいい。おー、いいね、ちょうどいいっていいね。なんかお家にさ、近くに海がある。あ、柏崎ってそっか海が近いのか。なんか日本一海が近い駅みたいなのが柏崎にあるんですよね。なんかそれね、動画でもあってきた。今日20度ない、なるほど、今日20度ないのか。パッパッパーフェクエンジェル、スズリと色でスウィーティー。あ、やばい、待って、違うアイドルさんの歌歌っちゃった、ずっと聞いてるからT シャツの人もいる。おー、関東だけど爽やかな天気、え、いいね、よき。こんにちは、青海川。これ読み方合ってる、絶対合ってないよねそれは青海川って駅だ、あの一番駅、海が近い駅。まさに半袖 T シャツ、私も半袖。メンバーさんはどんな衣装、メンバーさん、メンバーん、何の衣装着なんでしょう。お海川、ありがとう読み方。お海川って言うんだ、あとありがとう。今日は自撮りをしようって思ってたんだ、あ、忘れるところだったバッテリーやばくてあんま見れないよ。あー、無理しないで、バッテリー切れてさ、帰りが切れるのが一番辛いからね。モバジュないとさ生きていけないよね
んにちは。みんな柏崎までの待機中ですね。それはこれはここがこうなって一緒になったらいいのにな。こんにちは。今日全然話せてない。なんか話すことあったっけ。なんかあったかな。みんなに言う面白いこと何もない。何もないよ。どうしよう。絶賛お仕事中。4時からビクソンでアルビ。おお、そっか、今日いろいろあるんだね。面白い話お願いします。面白い話はね、でも本当にない。いや、日々生きてて笑うことはあるんだけど、でもナギが面白い。最近ナギ本当に面白い。いやー、ナギが面白すぎて。なんかあったかな面白い話。なおちゃん見る。それはもう限界すぎますよ。いいのそれで。でもそうだよね。そう思ってくれるなんて嬉しいですよ。ナギちゃん隠す。いや、ナギ本当に面白すぎて、なんかこの前配信でみんな大丈夫ってなってたかもなんだけど、そうなんだけど、私も大丈夫って思うんだけど、でも面白いから。なんて言うんだろう。ナギちゃんのモノマネ、ナギのモノマネ、ナギのね、楽屋ね、いや楽屋芸人だけじゃない、なんかね、楽屋でワイワイ全員で騒ぐとかはないから、なんか普通に話してることがなんか面白い。行動が予測不可能。なんて言うんだろう、こんにちはって感じ。楽屋芸人がいないかも。なんか別にみんなで騒ぐとかはないんだよね。そう、サホちゃんのモノマネする、いないですよ。私のモノマネする人いない。同期で真似ってあんまりしないな。ナギちゃん芸術、めっちゃわかる。そう、ナギはね本当にね絵もうまいし。そう、ももちゃんのモノマネすぐできた。ももちゃんのモノマネむずい。ナギ。さっきどこおった。これだよね、ナギがやってたやつ。誰のモノマネがしやすいかな。あゆみちゃんとかしやすそうだけどね、モノマネ。あゆわーん、あゆわーん。一人称自分の名前の子が多い気がする。アイドルだからかもだけど、あゆは、あ、でもあゆぐらい、あ、あゆは、なんか、あと誰がいたっけ、ゆあは、あと誰、一人称名前の子、サホはとは言いません私は。私はって言ってるよね、私。口癖ですね。もう口癖っていうかずっと言ってるからなんだけどさ、みんなのプロフィールを見て、みんなの、あ、でもジュナも私はか、ジュナも私は、コマはコマはっていうか、アヌな、あ、アンはっていうのかな、ヒロカも私はか、葵ちゃん、え、わかんない。みんなの一人称ってわかんないね。確かにサホはってきて、そう、私は名前で言わないタイプなんですね。シンテールしちゃおうかな、急に。いや、よくないな、やめよう。そう、私はね、言わない。サホワは言わない。私はっていう、こんにちは。杉本さんはもう言わて、そうなの。
ちゃびっくり、なんか素で言ってるんだと思ってましたすごい、全然私はでいいのにね、すごいね。こんにちは、今日はね、ネビ見に来ました。今大吉、お楽しんで。先輩のモノマネできるようになれば一人前、特に棋聖のモノマネ。棋聖さんモノマネ難しそう、するところが分かんないね。フォローありがとうございます。そうそう、こんにちは。前髪固めたいこんにちは。めっちゃ前髪完璧、やっぱり時間かけた甲斐がありますね時間をかけた10分くらい前髪に使った甲斐がある スプレーするのします、これから多分。私なんか基本ちょっと出かけるだけでもスプレーする。かわいい、ありがとう。なんかね、本当に前髪がすぐ崩れちゃうのね、癖が強いからだと思うんですけど、前髪が本当に言うことを聞かないから、だからする。風にも揺れない、いや待って、それでも揺れるんだよね。最強のスプレーをかけてるつもりなんだけど困る。こんにちは。そう、今日では40分になったら何時読みしますね。ありがとうございます、レインボースター。サフちゃんショートも絶対似合うと思って切りたい強い前髪。そう、なんかさ、前髪をね止めたりとかする人もいるんだけど、肌が荒れちゃうからね止めれない。ポニーテールのサフちゃん、あそう、昨日チャットにポニーテール久しぶりにしたから、そうそう、そう、最近チャット結構、あの今チャットのあれなんだっけ、でも私チャットに昨日さ「半から始めます」とか言って普通に嘘ついてた普通に嘘ついてたから、ショールも始めますって送ったけど、ちゃんと言ってたかな通知通知ってどうな、来ないのかチャットは。通知が、昨日の自撮り可愛かった、え、ありがとう。昨日はねめっちゃのんきな、のんきなパンダの T シャツ着てったらみんな褒めてくれた、可愛いって、癒されるって、のんきだねって和めばいいなと思って、そう来てったら土から、おおならよかった。そう、土ラグがあるから、あそっか配信中に今から始めますみたいなのが来ちゃったのかもしれない。上野のパンダ、そうよくわかったね、上野の、あこれ今来てない。サオちゃんパンダ好きなんだ、いやなんかねお母さんがね可愛い T シャツあったから買ってくる買ってきたよって言ってくれたから着てる。パンダは普通でも赤ちゃんのパンダは可愛いなって思います。だるまありがとうね、こんにちは。そうそう前に話そう、前にねやっと来た大人のパンダ、なんか大きくてクマっぽくてちょっと怖いかな。新潟にも動物ある、え、そうなの。動物園さ久しく行ってない。動物園匂いが苦手なんだよねこういうこと言ったらあれなんだけど、水族館も、でも水族館はそんなことないか、あれかわいい、あの水族館のクラゲ、クラゲが好き、一番綺麗、あの T シャツ欲しいんだよね、いいね。
新潟には立派な動物園ないの。そうなんだ。でも全然困らない。こんにちは。確かに懐かそうなの。本当にちょっと、そうそう。そう、クラゲのさ、なんかさ、イルミネーションじゃない。なんて言うんだっけ。ありがとうございます、たくさん手紙。なんて言うの、クラゲをライトアップみたいなしてるやつ。水族館にあるやつ、クラゲのライトアップみたいな、それが一番好き。かわいい。あとね、イルカのショーは乗れるから、でも遠くから見るのが綺麗だよね。ライトアップみたいなやつ。ライトアップみたいなやつ、そうそうそう、あるね。あ、よかった。さ、山形の、あ、前教えてもらったかもしれない。読み方が分かんない、地名の漢字難しい。すごい、3回行ったの。最後に水族館行ったのいつだろう、覚えてないぐらい前。中 1? 中 2? そう、えのすいのクラゲすごい。えのすい行ったことあるはず、あると思う。なんかで行った、なんで行ったんだっけ。鴨水族館クラゲが、そうなの、行ったことない。なんかさ、遠足とか、いや、あれ、あ、多分 お母さんの会社のなんかの会でバーベキューするってなって、それで江ノ島行ったのかも。それで行った気がする、水族館。そう、こんにちは。よーし、今日何着よう、本当に。急に服が欲しくて、服を買いたいんだけど、何を買おうかな。なんかさ、たくさん可愛い洋服がさ、世の中にありすぎて今悩んでいます、とっても。あと今月いとこが誕生日なんですけど、誕生日プレゼントをね、買ってあげようと思ってて、でも小学校5年生のさ、女の子がさ、何がさ欲しいのかが全然分かんなくて、だから悩んでるんだよね。それも買わないと。今月、あ、でも今月って言ってももうあと5日とかしかないから、お洋服の店員さんに話しかけられるのは大丈夫。大丈夫じゃない。話しかけないでほしい。そう、小5の女の子って何が欲しいの、何が好きなんだろう、分かんないんだけど、何が好きなんだろう、本当に困った。服、服はいらないかな。でも小学生って服いるよね。そう、いとこへのプレゼント、さおちゃんの NG っていうか、絶対いらないでしょ、いとこ。絶対いとこいらない、それは困っちゃう。ありがとう、優しいのね、いとこ。めちゃくちゃ性格が良くて、だからみんな、な、私が何しても ありがとうとかなっちゃうから、あの本当に喜んであげるものをあげないと、あの本当にいい子だから、本当に優しいのね。だからね、気を使うの、ちっちゃい時からとっても人に。だからなんて言うんだろう、本当に嬉しくなかったとしても気使ってありがとうっていうタイプの子なの、いとこはね。いとこはっていうか、だから私のね、グッズとか絶対いらないのに、いとこは。それをあげたら反応に困っちゃう、かわいそうだからさ、小学生に気を使わせてしまうなんて申し訳なさすぎて。めっちゃいい子なんですよ、なんかずっといい子、生まれてきてからずっといい子。どうしてなんだろうね、家族じゃないぐらいいい子だよ。なんて言えばいいの、こんなに聖母みたいな性格の子が生まれてくるなんてみたいな思う。わかんない、私にだけいい子なのかもしれない。私にはめっちゃいい子なのかも。私のこと怖いのかな。怖いから気を使ってるのかな。気使わないでほしいんだけど。
そう。でもいとこは絶対私のことを慕ってくれてて、めっちゃ好きでいてくれてるはずなのね、私の記憶からしたら。離れてる、今新潟にいるから分かんないけど。夏用の帽子とか、あ、めっちゃいいじゃん。え、そうしようかな。さほちゃんにそっくり。え、全然いとこはね似てないんだ。さほちゃんもそういうことじゃない。でもいとこは本当に可愛いから、アイドルに、いやでも なって辛い思いはしてほしくない。幸せになってほしい。なんかでもやりたいならやってほしい、可愛いからって思う。ありがとうハート。何にしようかな。いいね、夏用の帽子いいね。ないんだよね、聞いてみよう、いとこのお母さんに。今何が足りてないですかねタンプレ何がいいですか、聞く。よし、やばい、間違えてまた歌っちゃった。ありがとう。お手紙、お手紙2種類ある。なんか今気づいたけど、なんか愛って出てくるやつとハートのやつがある、かわいい。ありがとうございます。ありがとう、こんにちは。これは、ああ、今また歌ったって思った。そう、なんかね今アイライフさんの曲聴いてて、そう、歌ってないってちょハッピーちょハッピーちょハッピー、歌っていかがないしゃならキュキュンキュン、有料と無料、ああそうなんだ、ありがとうございます。そうプレゼントの悩む、そうなの悩む、本当に自分のセンスにあんまり自信がないから、これあげたらどうかな、これを喜んでもらえないかもなとか思っちゃうからね。そう悩むんだよね、脳内リピート。そうなの、あのね、伸びしろグリッターって曲とスリーピングフェイスとラブコードと君線を結構入れたプレイリストに、聴きすぎて。そう、こんにちは、フォローしてない方はフォローよろしくお願いします。ありがとう。さほちゃんが欲しいものは私はね、明日、今日か明日あたりに私は自分にお洋服を買ってあげようと思ってます自分で。なんか夏になるからいつも私さ、なんか悩みすぎて夏終わりかけの頃に服買っちゃうの。だからそれを反省して夏初めにちゃんと服を買おうって思って。こんにちは。なんか私誕生日がさ8月だから、本当になんかもう夏の終盤戦みたいな時にタンプレとかで服を買ってもらうのね、親に。だから8月しか着れないから、7月も着たいじゃん。だから自分で買うそう、そう、自分どういう感じだった。え、今はねワンピース買うかなって思ってます。この前買ってもらったんだけど1個じゃさ足りないから1個じゃさ自分で買うの。そう、そのうち先輩がお世話にはよくいると思うよ。嬉しすぎる。それしたこの前だった。え、そう、あれは最近ゲットしました、買ってもらった。そう、ワンピース。わあ、今日カチューシャするか悩むな。急にカチューシャするかねいやいや、頭痛くなるから可愛いの見つけて、見つけてくるよ。なんかさ、スポーツサンダルって言って可愛いスポさんたくさんあるんだけど、私背がさ高いから厚底すぎるやつはね履けないからね、それも悩んでる今何にしようかな。自分が欲しいものプレゼントして、あー、自撮りするときはカチューシャしてほしいから、崩れちゃうからな。ちょっと今日はしないかも。明日する。じゃあ明日するよ。明日するように心がける。明日はすると思います。今日はしないかな。いちごテーマの生写真の服面白いね。面白いよね。私も見た瞬間集合体恐怖症の人びっくりしちゃうなって思ったそう、なんかね、あ、でもいちごの生写真
スイスイさんの服がめっちゃ可愛かった。なんか私も知らなくて、でこうやって発売された時にみんな皆さんのバーってこうやって見てたら、かぶり物してて、え可愛いってなった。めっちゃ可愛かった。そう、私のは結構、でも私の同じ服着てる方 いらっしゃって、でも結構集合体って感じのイチゴ、面白いからぜひチェックしてみてください。面白いよりです。気に入ったら同じ服色違いで買うタイプ。買わないかも。本当はバツになる予定だったみたい。服がおもろすぎて初見です、ありがとう。フォローもありがとうございます。そうそう、こんにちは。あ、かぶり物が、あ、そうなの。服が面白すぎていちご自体がなくなるのかと思ったでも可愛かった、かぶり物。そう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 、ありがとうございます。そろそろ男女読みをねさせていただこうかなという気持ちでいる。あれ、なんか私さ、あーもう、あーショールームがバグるんだ。こうやってスマホでコメント読もうとするとね、バグるんですよ。なんで気になってる、今見てきた。あ、ほんと、ではそろそろ男女読みをします。いざ来たばっかり、ごめんね、ごめんね。明日するから、いや待って、明日するからって言ってしないかもしれないから、いやするよ、するんだけど朝だなしたとして朝だな。うん、ではそう、明日ごちゃじゃん。あ、今日か、今日ごちゃじゃん。頑張れももちゃん、配信できたらぐらいで。そう、ちょっとその気持ちでいてくれたら嬉しいです。今一応さ、継続チケットがあってさ、継続できてるから、まあできたらかなって思います。ではでは読みましょう。壇上ありがとうございました。あの柏崎の方楽しんでくださいね、ぜひ。それでは13位、ミッキー時計さんありがとうございます。あ、変わった、変わってない、大丈夫かな。12位、和也さんありがとうございます。11位、ミミレーパパさんありがとうございます。10位、あきらちゃんありがとうございます9位、うつろうさんありがとうございます。8位、はるかねこさんありがとうございます。7位、ちーぼーさんありがとうございます。6位、ビッグラブ子さんありがとうございます。6位、メープルなおくんさんありがとうございます。4位、あんざさんありがとうございます。3位、よとさんありがとうございます。2位、セッテンガーさんありがとうございます。そして1位、コミュニストさんありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとだけだったけどね、まああんまりできなかった40分くらいだったかな。でもまあまあまあ、来てくれてありがとうございました。あれではいい土日にしてくださいね。楽しかったよ、ありがとう。配信ありがとう。こちらこそありがとうございました。ではまた、バイバーイ、さようなら。また明日とか明後日とか。